はい、本日の入荷はですね、入荷案内です。ローリングさんのバッティンググラブですね。バッティンググラブモデル EBG24S05、 手のひら素材はグリップ力と耐久性を兼ね備えたハイパーグリップを採用。ハイパーグリップでウォッシャブルということで、あ、じゃあダメです。はい、これシリコンがかっこいいな。ここね、見て、あ、出してみましょうか。こちらの方カラーはレッドカモだな、これな、かっこいいです。強グリップ力を維持しながら耐久性をアップ。伸縮性高いストレッチ素材を採用。吸汗速乾性高く、汗による手袋内の不快感を軽減。プロテクターベルト、お、あ、なるほどね。注意はいいかね、フィットしたのを選んでくださいねとか、洗濯の、ね、ストーブで やっちゃダメよってね。よし、じゃあちょっとね、ハイパーグリップ見てみたいと思います。あ、落ちた。こんな感じですね。これが細かい網の目状の型押しになってて、これでゴムの素材が違うのかな。品質表示はあるのかな。品質表示あったっけ。メイドインインドネシアはいいけど、あ、よ、どっかに何でできてるとか、あ、ないんだね最近は。まあ、あるのもあるけど、じゃあちょっとね見てみたいと思います。じゃじゃん。おお、これがベルトがプロテクターベルトね、うん、でここが生地になってて、指先とアレクサー止めてなってて、ほいでこのこれはシリコンのオーバル R にロリングスのマーク、ここはなんかまた違う素材が入ってるな。でこのカムの部分が伸縮性の高いニットになってます。ちょっと待ってくださいね。はい、で私 M サイズでいいと思うんだけど、はめ心地どうだ。おー、こんな感じですね。フィット感はいいです。指細めな感じですね。でこういった細かいね処理がかっこいいですね。かもいいな、うん、でこの縫ってあるこの縁もこうちょちょっとこうね、ラバーが、ラバーのプリントだと思うんですけど出てますね。でここは平の素材と同じ素材がちょっと巻いてますね。はい、でこれがよいしょ、マジックベルト部分ですね。でこんな感じ。マジックベルトはちょっとね分厚めかと思います。この幅があると思いますよ。はい、でちょっとなんか握ってみましょうか。皆さん金属バットとかね、コンポジットバットが多いと思うんで、木な、木、うん、まずは普通のあれですね、バットグリップも、あ、あ、いいな、やっぱりいいです。でちょっとうろちょろしないでくださいよなと。はい、でこちらね、木、あ、木もいいぞ相性。ああ、あ、これ値打ちだしね、上代税込み3520円でございますね。はい、この一番ボリュームゾーンの3000円台でこれだけの機能とかっこよさを備えてたらいいのかななんて思ってね、今回は仕入れてみましたけど、こちらがレッドカモですね。それからもう一つ、こっちが
ネイビーカモです。昼間の色は同じだね。レッドカモとネイビーカモ、いかがでしょうかね。今ちょっともうこれ消耗品だからね、私のバットグリップそろそろかなと思われる人、かっこいいんじゃないですか。はい、今日は POV でちゃちゃっとね、撮影して商品、あ、まだあるのか、あ、まだ、あ、違うな、これ同じ色だな。今度またあのイーストンの方も紹介するけど、今日はロリングスさんですね。ありがとうございました。はい、今日はなんとゼロゼロ T さんから、かの有名な磨き職人ゼロゼロ T さんからプレゼントがございます。こちらです。そうです、ゼロゼロ T さんがいつも磨きに使っているタオル、こちらの方ゼロゼロ T さんから提供を受けましたので、皆様にサービスしたいと思います。早い者勝ちですね。先着3名様、動画見ました、私メンバーの誰々です。で、買い物してくださいよ。買い物しないとダメですけど、買い物したらプレゼントしますね。なんとただのタオルではありません、ゼロゼロ T さんのほら公認マーク入りです。カラーはこちらピンクと、それからもう一色はブラック、ブラックにはシルバーの公認マーク、ピンクにはゴールドの公認マーク、ふるってお買い物ください。 T さんありがとうございました。